はい、人、物、金、オテキサスへのルークです。ダラスビジネスジャーナルによると、テキサス州への本社を移転するあるいは事業を拡大しようという計画する企業が新型コロナウイルスパンデミック発生する前よりも後の方がこう増加しているということが、発表されています。テキサス州によると2020年9月時点で同州への移転とか事業拡大プロジェクトっていうのが196件進行中ということだそうです。まあ、特定した業種っていうのはなくてですね、もう幅広いジャンルの企業がテキサス州へパンデミック後に進出を決めています。まあ、カリフォルニア州が多いんですけども、まあ、他にもですね、東海岸とかですね、西海岸、そういうところから、テキサスの方にこう企業が移ってきたいと、いうことなので、これからですね、やっぱますます、ビジネス環境がいいテキサス、注目されています。まあ、特にテスラがですね、オースティンに大型の工場を作るということで、5000人規模で人を採用しますので、州にとっては、雇用も増えてきますし、ますます企業だけではなくて、アメリカに住んでる人たちが、新しい仕事を求めて、州税が、個人の所得税も、法人税もテキサス州はないので、あと物価もですね、テキサス州は他の州に比べて割安となってます。企業も人もテキサス州を目指して、コロナの影響でますます移動が増えているというお話をさせていただきます。